とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、デイリーミッション行きましょう。アーティファクトの報酬が欲しい。アーティファクトの報酬で、エレメントのカバンよ。あれのパワー255が出てくれれば、マジ最高なんだよね。ここ行きます。燃える火事場。デイリーレベル3だね。変更点で、モブのダメージと速度が 50% 増加。とんでもないわ。自分は凍結のエンチャンと思ってるけど、速度 50% って相当やぞ。まあ、いつも通り、カバンビルドで行きましょうか。行くぞ！これ行けるかどうかちょっと心配だな。まあまあまあ、行ってみよう。変更はついてるのよ。変更ついてるから、ある程度のことには対応はできてくると思うんだけど、攻撃力がね、50% アップっていうのが、やっぱり、怖いところ。50% だから、3、4発くらいは多分死ぬもんね。やっべえ！あぶねえ。あぶねえ。ポーションバリアでギリギリ耐えれたわ。ちょっと待って。わあ、もう！きつい！死ぬほどきついぞ。いや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 、これクリーパーエンチャントのやつ出てくると終わるって。これ終わるわ。とんでもない。でこれはさ、普通の矢の方がいいのか、どうだろう。よし、とりあえず、おお、やった、タイタンか。おお、いいねいいね。タイタンの黄金も欲しいんだよね。タイタンの黄金欲しい。結構、ああ、きつい。きつい。死ぬほどきつい。いや、もう、敵が全然知らないもんね。え、なんなのこの敵の HP。これね、ちょっとこれ向いてないかも。やば。とりあえず行けるとこまでは行くね。で、無理だったら普通の矢に変えてから行こう。よし。流れ込む魂でそこそこっていうか結構回復するのよ。ただこう猛攻撃を受けた時がダメだな。猛攻撃受けたらもう一瞬で終わる。もう、やっぱこれじゃないと無理か。ちょっと厳しかったな。ただソウルが溜まるまでこれいけるかな。耐えれるか。いや、これはあれだ。厳しすぎる。強すぎない。次やっぱやばいやばいやばい。ちょっと待って、むちゃくちゃきつい。いや、でもまあまあまあ、もうソウルは溜まったからね。でも、まだソウル欲しいんだよな。一応このすぐ片付けれるやつをたくさん倒してソウルを貯めながら行こう。とってもじゃないけどこれ無理だ。すげえな、ここ攻撃力、攻撃速度 50% ずつ上がると、もうとんでもない。すっげえ。よしよしよし。まあいい。とりあえずいけそうだぞ。そこそこは。あ、もうやばい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 。クリーパー爆発されるともう一発で終わる。もうやばいやばい。クリーパーだけ要注意。要注意していこう。うわあ、もう、もうもうちょっとなのに。くっそ、マジか。え、もういけるね。もう、もうちょっとだ。頑張れ。いや、ほんと、もう少しでボスだ。あと一回死んだら終わりか。きついなー。うわー、もう最後多いって。くっそ、上がれ。
ソウルも若干足らんかも、これ。あーもう最後の最後のやめてくれ。もう、もう行かせて行かせて。よし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 。え、もう終わりじゃない？あ、よかったよかった。ソウルが足りるか。これあの、ボス倒してからでも、その後あるからね。このステージ、うわぁ、うっそ。やばい、ソウルが足らんかも、これ。やっべ。せめてちょっとずつでもいいから、倒しとけ。いやー、ここきつい。ここきつい。あ、なんか出た。なんか出た。よしよしよし。力の弓はね、古代狩りの生贄で相当使えるから。よし。おお、びっくりした。急に出てきたんだ。あとは、クリアするだけ。おそらく矢が使えるのはあともう少し。いや、入れていけ。よし、オッケーオッケーオッケー。いけるんじゃない？もう。あ、また！おお、後ろから来た。よし、いけた、クリアです。よかったー、きつかった。こう、邪悪な村人が作り出した兵器もろ。それでは何が出る？頼むよ。トーテムかー。え、トーテム、え、254でしょ。え、今俺が使ってるトーテムどんぐらいだ。あ、249。はい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 。138万回復が、おお、170万回復。おお、だいぶ変わったね。まあまあ、こんな感じで、このね、250から255の間って、上がり幅がすごいのよ。うん。いやー、これ絶対欲しいね。はい。まあ、またね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。